マニング少尉、ご無事だったんですね。
隊長、マニング少尉から通信が入りました。何？そうか、無事だったか。今、少尉はどこにいるんだ？それが、電波状況が悪く、詳しい話をする前に切れてしまい。そうか。しかし、無事が確認できてよかった。俺も何度か少尉にアクセスしたんだが、繋がらなかったんでな。今度連絡が取れたら、こちらに合流するように伝えてくれ。わかりました。ラングから、お前がセキュリティールームへ向かったと報告があったが。はい、セキュリティールームはこの層にあるはずなのですが、まだ発見できていません。そうか。至る所にサボテンが繁殖しているからな。扉がサボテンに覆われて見えないのかもしれん。周囲の状況をよく確認しながら引き続き捜索を続けてくれ。わかりました。では自分は調査に戻ります。
セル、誰かいるのか？ああ、こちら調査隊のイーグルフェザー軍曹。調査隊？救助に来てくれたのか？そうだ。そうか。今は館内か？ここは第3層娯楽室だ。そっちは？すぐ近くだ。第3層セキュリティルーム。セキュリティルーム？確かそこで4層の隔壁解除が可能だったな。ああ、だが解除は無理だ。アクセスキーが手元にない。アクセスキーは入手済みだ。これからそちらに向かう。位置を教えてくれ。乗員室の先を曲がったところだ。しかし、外はあの忌々しいサボテンどもがはびこってる。解除しないとこっちには来られないぞ。そうか。何か有効な方法はないか？そういえば、奴ら水に弱い。大量の水を使えば、一気に排除できるかもしれない。大量の水か。そうだ。スプリンクラーを使えば。貯蔵庫の貯水タンクのバルブを開ければ、スプリンクラーが起動するはずだ。そうか。では、これから貯蔵庫に向かう。位置を教えてくれ。食堂から行ける。頼んだぞ。ああ、任せておけ。
Thank you.
こちらジャック。バーク隊長、応答願います。こちらバーク、どうした？セキュリティールームと連絡が取れ、マルセルという生存者を確認しました。そうか。では、内部隔壁は解除されたのか？いえ、やはり隔壁の解除にはアクセスキーが必要なようです。先ほどまでセキュリティールーム前にサボテンが繁殖し、扉が塞がれていましたが、貯蔵庫のスプリンクラーを起動して排除しました。これからセキュリティールームに向かい、隔壁の解除と生存者の救出を行います。わかりました。では、後ほどセキュリティールームで。何が起こったんだ？要は遅かったな。君がマルセルか？大丈夫か？しっかりしろ。サボテンが死滅したら君らより先に怪物どもが来やるのだ。皆殺しさ。喋るな。今手当てをする。俺たちの仇を倒せ。おい、マルセル、マルセル。何ということだ隊長。こらえろジャック。
俺たちに悲しむ時間は残されていない。死者への追悼より生存者の救出を。冷たいようだが、それが現実だ。これ以上犠牲者を増やさないために。了解。俺は先に4層へ向かう。アクセスキーで隔壁を解除しておいてくれ。はい。自分を責めるな、ジャック。
Hey!
誰か生存者はいないか。こちら調査隊イーグルフェザー軍曹だ。ヘイムダルの生存者か。イーグルフェザー兄さんか。僕らロバートだ。ロバート無事だったか。ああなんとかね。兄さんが調査隊としてここに来ているのはさっきマニング署名に聞いた。マニング署名に会ったのか。様子はどうだった。怪我はしていなかったか。気絶していただけで特に怪我をしている様子はなかった。そうか、よかった。ロバート、一体この船で何が起こったんだ。アークが発芽してしまったんだ。アークとは何なんだ。それは会ってから詳しく話した。兄さん、今どこに。山荘だ。そうか、僕は今4層と5層で生存者の救出をしている。ロバート、気をつけろよ。兄さんも気をつけて。ロバート、無事だったか。
んだ一体。聞こえるか。ドクター、今大きな揺れがありましたが大丈夫ですか。こちらの電源が落ちました。なぜです？原因は？わからん。今それを調べているところじゃ。分かり次第また連絡する。十分注意して行動するんだぞ。わかりました。
安心しろ、調査隊だ。そうか。なあ、助けてくれ。この先の暗いところにとんでもねえ化け物がいるんだ。その辺にいるザコとは桁違いだ。とにかく強い。何人も仲間がやられた。恐ろしくてとてもじゃねえか外に出れねえ。大丈夫だ、俺に任せておけ。必ず倒す。ああ、頼むぜ。あ、そうだ、奴は明るいところが苦手らしい。そこのパネルで通路の電気をつけてった方がいいぜ。わかった、生存者は甲板へ避難している。君も行ってくれ。ああ、様子を見計らって逃げることにする。そうだ、これを持ってけ。この辺りのマップデータだ。そうか、助かる。気をつけて避難しろよ。ああ、あんたもな。
誰だお前は。ノアから派遣された調査隊だ。そうか、救助か。脱出できるんだな。迎撃システムが作動していて今すぐには無理だな。必ず何とかする。甲板に上がって救助が来るのを待ってくれ。分かった。そうだ、迎撃システムを止めるということはこのまま下に…あ、確かこの先には赤外線による特殊なセンサーのついた扉があったはずだ。赤外線は肉眼では見えない。スコープでよく確かめろよ。分かった、情報感謝する。さあ早く甲板へ。ああ、じゃあ先に行く。頼んだぞ。
Yeah.
Thank you.
来るな。お前は誰だ。落ち着け。俺は調査隊だ。一体何があったんだ。君は何か知らないか。さあ、サザンクロスのスパイがいるとか、変なコンテナのせいだとか、いろいろな噂が飛んだが、本当のところはわからない。コンテナ。それは軍の指令で積み込んだ荷物のことか。中身は。さあな。俺はそこまでは知らない。確かここの近くの戦争にもあったはずだ。そうか。そういえば、しょっちゅうそのあたりをうろついていたやつがいたな。誰だかわかるか。いや、知り合いじゃなかったからな。よく覚えていない。あ、そうだ。そういえば、太ったやつだなと思った記憶がある。そうか、わかった。情報ありがとう。艦内は俺たちに任せて、君は甲板へ避難してくれ。ああ、わかった。あとは頼んだぞ。これを持って行ってくれ。倒してくれ。
誰だ貴様。ノアから派遣された調査隊だ。騙そうとしてもダメだぞ。俺にはわかるんだ、化け物め。キャプテン、浸水の原因が分かったぞ。記録によるとマックレガー艦長の命令でヘイムダルを沈めるつもりだったようじゃ。まさかそんなことが。艦長はこの船がアークと共に陸地に着くことを恐れたんじゃ。そうでしたか。それにしてもこのヘイムダルを沈めるとは、やはりアークはただの古代生物ではないようですね。今はまだデータを調べている最中じゃが、少なくともわしの予測しておったものよりはるかに危険なものであることは間違いない。予測の方は隔壁
ドクターもお気をつけて。そうじゃ、さっきマニング少尉がこの部屋に来たんじゃ。そうですか。自分も通信では話しましたが、少尉は上の層へ向かった。どこかで会うかもしれんな。はい、その時はお互い協力して調査を進めます。ああ、それがいいじゃろ。また何かあったら連絡する。
づくな。やめろ。調査隊だ。調査隊？救助か。なあ、一体何が起こったんだ。知っていることがあったら教えてくれないか。いや、はっきりとしたことは分からねえんだ。すまない。何しろあっという間に化け物だらけになっちまったんでな。凄まじい繁殖力だぜ。このままこの船が大陸に着いたらとんでもねえことになる。そうだな。それだけは何としてでも止めなければ。頼むぜ。もう耐えれるのはあんたたちしかいねえんだ。ああ、任せてくれ。ところで、あの穴から下の層へ行けるのか。そうだ、ウインチがあればな。そうか、わかった。君は甲板行って他の生存者と合流してくれ。なあ、これを渡しておくぜ。役に立つはずだ。助かる。気をつけろよ。Thank you.
こんなところまで入ってきている。この先はどうなんだ。ドクターの話では浸水は止まっているはずだが。
Thank you.
Thank you.
調査隊メンバー応答してください。こちらマニング将軍。はい、こちらイーグルフェザー軍曹。イーグルフェザー軍曹、弟さんは無事よ。はい、自分も通信では話しました。ありがとうございます。よかった。私も先ほどアークの映像を入手、ドクターノーブルに渡し、ドクターからアークに関するデータを受け取りました。ジョイ、アークを見たんですか？アークとは一体何なんですか？詳しいことはまだドクターから受け取ったデータを見ていないから。でもアークは核融合炉に張り付いていたの。核融合炉？まさか。私だって信じられないわ。一体あれは何なのかしら。一刻も早く本部に戻ってデータを分析に回さなくては。そうですね、自分もドクターとは通信で話しましたが、ドクターの予想よりもはるかに危険なものだとのことでした。でも危険だ。この世にあってはならない。なぜだかそんな気がしてならない。私はこれからこの船にいるはずの情報部の仲間を探して合流するつもりよ。そうですか。自分は引き続き生存者の救出と調査を行います。少尉、お気をつけて。今この船では何が起こるか分かりません。Thank you.
貴様ら人間は死ね。死ぬんだ。
イーグルフェザー軍曹。マニング少尉、ご無事で何よりです。ええ、あなたも。調査の方はどう？何か情報を手に入れたかしら？ええ、まだこれが事故の原因だと言えるものはありませんが、6層の火器管制システムを止めないとここからは脱出できないということは分かりました。そう、それは困ったわね。大丈夫、自分が必ず止めてみせます。ええ、お願い。大変だと思うけれど、軍曹しかそれをできる人はいないわ。私の方はさっきも話した通り、ドクターから受け取ったデータを一刻も早く本部に持ち帰らなくては。そうですね、艦内のことは自分たちに任せて、少尉は脱出してください。ええ、そういえば軍曹、その後弟さんの消息は分かって？はい、連絡は取れました。後で落ち合うことになっています。そう、よかった。弟さんには感謝しているわ。気絶していた私を解放してくれたのよ。会ったらよろしく伝えておいてね。はい。あまり時間がないわ、私は行くわね。あ、そうだわ、これを。ありがとうございます。少尉、お気をつけて。ありがとう。何か新しい情報があったらまた連絡するわ。
Thank you.